はい、どうも玉外れです。今回続きの方やっていきたいと思いますが、現状今1時間53分ということで、あと1時間で、クリアできるかどうかというところで、まあ、現状として、かなり厳しい状態で、とりあえず頑張ろうとするのが、まあとりあえずあの白波のね、とりあえず強化がね足らないんですわな、単純に言えば。鬼魂が足らない、正直言って。で、それを貯めるためにまあ頑張ってるという状態。それでまあ貯めるにはまあやっぱ幕空間をがっつりやるしかないのかなと。で、白波の、まあ簡単に言えば強化をしないといけないので、足らないんでね、強化ポイントが。それを貯めないといけないんで。では。では、2体同時に倒しましょう。で、もう1匹出てくるので、こいつも殺しちゃいましょう。もう一気に終わらしたいんですけどね、ここ。こいつらはね、シャンシャンシャン。多分3000ぐらいないとダメなんで、評価ポイントとしては。こいつアコ倒しておいて、ちょっとこれで一旦上上がりましょう。多分全然足らないんだよね。んで、あ、もうちょっとか、いけるかな。さあちょっと外で貯めましょうか。外の雑魚たちを倒せば、もう出てこないかな。こっちに確かいるはずなんだよ、敵が。で、これで多分これでいったんじゃね、と言ってみましょう。まあ、ある程度敵倒すともう出てこなくなるんで、まあ、やっぱり一番貯めやすいのが空空間になるのかなっていうところですけどね。多分これでいったはず。はい、これでマックスまで止まったので、ではあそこのまだ開かずの扉を開けてこようかと思います。この時点であと1時間3分以内でクリアと。さあいけるでしょうか。あそこここで浜屋とか確か取るはずなんで、
なんかここはね、もうめんどくさいんで戦わないです。こっちかな、あ、こっち行けねえわ。はい、くれー、やるとで、まだ出てくるんだな、こいつら。で、ここを解除すると、で、多分カエデに変わるんで、あ、はいはいはい、ここ確かいけないね。ここは敵無視しましょう。あー、出た。お前うぜうぜ。もう取れないかな。ほんで、で、こっちが行けたんかな。あ、出た。ここが一番難しかったな、確か。1、2、3、4、ここで最高の最強の防具が手に入るんで、あ、これもダメだ。こんなとこでね、あんま時間食いたくないんですけど、あ、違うな、たぶん、こっちはな、違うな。2、3、4、こうか。で、あ、違う。こっちか。あー、まあ、全部使えない。ここは無視して、で、ここです、保存。あ、もう1時間切ってるんでね、正直いけるかな。で、からくりの、からくりの、36、はい、
ちょっと待ってくださいね。あとこ、あ、いけないか。では、ここで多分、楓と切り替わるはずです。ラスボス、あ、こう、ボスだ。いけるかな。多分まあ手に入るでしょう、回復は。浜屋、あ、浜弓ですね。でここでボスが出てきます。あんまりね回復薬使いたくないんで、で、防御しつつボスと戦う感じで、まず楓になるんか。ここのボスまでに2時間あと20分ぐらいでいけたらいいのかな。邪魔っと、こっち、あ、アイテムが、アイテム取り忘れた。くない。で、これは蛍石だね。こっちなんかあったっけな。違う。ほんでこっち奥行くんだよね。はい。こっちなんもか。で入ってここはねもう無視していきます。でこちらも無視します。あ、いらっしゃる。でここ橋渡れるはずなんで、でここセーブと。あのボス倒すまでに2時間20分ぐらいでいけたら多分大丈夫なの。2時間20分ぐらいでいけたら、おっ、どっちや。これ上がるんかな。はい、ちょっとセーブしておこうか。あ、ちょっと、この先一応セーブしておこう。死んでは困るので、OK、まだほぼ時間かかってない。やばい、あ、使いたくない。あ、きついな。あ、もうしゃあないか。ここで手に入ったか。やられた。
でこれ上上がってで、これが多分最後の仕掛けになるのかな。2が一番後になるから全然違う。なんかもう見ましょう。めんどくさい、時間がかかりすぎる。カラクリの宝箱の1、2、中、右、中、これで開けます。はい、これが、どけ。どけどけ。あと何かあることあるかな。あれちょっと行き過ぎた。ってことは、
お前ら邪魔邪魔。でこれで。あ、ほんでこれとこれを取らないといけないと。でロックがかかるのでこのサビや。はい、これで開きます。で、玉眼の鍵を手に入れるので、さっき行けなかったところ行くんだな。この奥ですな。こいつはもう完全に無視して。船で行くと。くそ、すんげえ時間かかったな。ボスが来てます。サマノスケ気をつけて、剣馬が中に入ったわ。この、ボスは空を飛ぶんで、疾風刀が有効になります。で、降りてきた時に、まあ、演武なりライザン刀でやれば全然倒せるんですけれど、夢丸が殺され、なんだと、可愛い夢丸が目の前で殺されたら雪姫の悲しみと絶望は極地に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、それを飲む信長の力も強くなるという寸法。そのために二人を許せる。さあ、私の愛しい子供たちよ、そこにいる人間を食べておしまい。やめちゃ。くらえ、アホが。で、これで。
もっと力ないとね。これで演武がいけるか。もうここで倒した。さあこれでこれた手に入んなかった手に入らなかったよね。ギリかなこれ。
正直ラスボスはこの状態では多分クリア無理なんで。はい、でここでゆっくり休んでいるんだ。おにぎりバンバンせないいけないんでね。怒ってありますね。待っていろ、雪姫、メマル。今助けに来るな。そうしちゃってください。はい。お前は戦わない。さてとここまで来たんで、あとはタンネかでは一旦ここで、セーブしまして、次回は多分最終章になると思います。ということで今回の動画は以上となります。あと39分でクリアできるかどうか分かりません。ということで失礼します。